ユーフェスの舞台裏でギコちゃんとどっちが早くエデン倒せるかと勝負していたら、なんと両方とも負けてしまったマスオ TV でーす。はい、ということでね、なんか最初日本語が若干おかしい感じになっちゃいましたけど、今日はですねモンストやっていきたいと思います。で、正直ね、この土日、ユーフェスでね、僕のアカウント一時期ね、違うね、スマホに預けてたりして、あんまりね、モンストできなかったんですが、結構ね、超絶爆絶いっぱい来てたんですけどね。まあ、仕方ない。ということで、ちょっとやっていきたいと思います。で、今日はですね、ぶっちゃけオーブ25個しかないんですけど、まあね、これもね、お正月にね、40連爆死したせいなの、せいっていうのもあるんですけど、はい。まあ、ね、5回しか引けないんですけど、ガチャ引いていきたいと思います。で、今日は、超重心祭。7体の限定キャラ排出中。ルシファーとかね。まあね、限定キャラ。まあ、狙いはやっぱりね、パンドラが一番ね、熱いんじゃないでしょうか。で、オーブ消費なし1回限りのね、オーブゼロガチャっていうのもね、やってるんで、はい。こちらも、引いていきたいと思います。計6回ってことかな。はい、ではね、まずこちらオーブゼロガチャを引いていきたいと思います。これノア・ウリエル等の限定キャラクターやミョルニル・ロキを含む星4以上のキャラクターが出るみたいですね。あ、結構いろんなやつ出るんだね。はい、じゃあオーブゼロガチャいきたいと思います。金卵確定記念ガチャガチャル。何が出るかな、何が出るかな、パパパパンパンパパパパン、来い。何が出るかな、果たして。ちょっといいの出てくれ、来い。ははははは、そういうことか、そういうことか。別に1回だけオーブなしで引けるっていう、そういうことか。別にこう確定とかそういうわけじゃないのか。まあ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 、ちょっと、音声が、よいしょ。まあ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 、ここまではね、まあ、よくあることですよ。っていうか、マスオの日常ですよね。はい。じゃあ、あと5回、引いていきたいと思います。パンドラ、あと5回で出たらね、すごい持ってるやつなんですけど。はい。じゃあ、行きましょう。ガチャル。行きます。引っ張って、来い！いやー、結構ね、友達とか当ててるんですよ。もうパンドラ、2体目とか言って、羨ましいんですけど。来い！はぁ、かわいい。すごくね、かわいい。クレムリン。外れ。はい。じゃあ、あと4回。行きましょう。ガチャル。確定ってね、出て、行ったらいいんですけど、引っ張って、ゴー！コグレンがね、確定で、ノア出てましたね。2体目パンドラじゃなかったって、ちょっと残念がってましたけど、来い！おぉ！これさ、姫だよね。親指姫、ティアラ、やば！星5出たよ。俺、久々に星5出たよ。嬉しいよ。嬉しいよ。やったー！普通に嬉しい。やべえ。持ってないキャラだったから、嬉しい。すごい。やったー！ね、パンドラとかじゃないけど嬉しい。やったー！あと3回！ガチャル！嬉しいよー。待って、ゴー！やったー！何が出るかな？何が出るかな？やー！まあ、いつも通りですね。はい。玉に。あと2回ですね。来い！来ないかな？確定。まあ、そんな、都合よく来ないよね。引っ張って、ゴー！確定です。何もなし。果たして何が出るかな？あー、ホルス。ラスト1回。ここでね、決めましょう。出します。とか言って、出ないと思うけど。でもね、ラスト1回に書きましょう。ガチャル！確定は来ない。そして、引っ張って、来い！何も来ない！からの、来い！お願いだ！来い！残念！残念！まあ、でもね、今回は、
いやパンドラ欲しかった本当はねパンドラ欲しかったですけど、あの親指姫出たんで、まあいっかこれは。はい、あのすごく良かったなと思います。ぜひね、まだね、超重心剤やってるんで、皆さんもね、ガチャ引いてパンドラぜひ当ててください。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。